はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、続きやっていこう。ちょっと寄り道しちゃったから、今回こそは、ダイヤモンドシティを行こう。この BOS の人たちを手助けしてあげて、この武器をもらった、ライトオーソリティ。レーザーライフルで、ちょっと試し撃ちしたりもしてみたけど、結構、強い武器。ここら一帯をちょっとお散歩、カレッジスクエア付近をちょっとお散歩してみたところ、もうここ全体がもう一つの町らしくて、大学管理ビルがあったり、あとは病院があったり、他にもいろいろありそうだけど、とりあえずもうすぐそこだから、ここをまっすぐ行ってダイヤモンドシティに行って、ショーンの手がかりを探す。行ってみよう。お、霧が濃いな。結構まだ立派な建物もここは結構あるけど、橋があった。ちょっと晴れてたら景色が良さそうだけど、霧がかってて何も見えない。あ、そうだ。バニラの状態と何が変わるのか、わからないまま導入しちゃったけど、水がちょっときれいになる。モッドを入れてます。そんくらいかな。タイヤが流れてる。なんか橋もボロボロだ。USS リップタイドの残骸。で、伝説のライダー、伝説のライダー、レイダーがいる。こっから下行けるのかな。やっちゃおうかな、この武器をちょっと試そう。クイックセーブして、おっ、フライ。え、90だったじゃん、外した。強い。音もいいね、これもらった武器。止まれ。あ、すぐそこにいた。リロードして、ん、変異した。変異したけど倒した。全滅かな。う、なんだこれ。うわ、なんだこれ、気持ち悪い。魚、まだいる？いた。あ、硬いな、あの敵。ほら、あ、ちょ、これじゃない、これじゃない。グレネード、これは違う。いたいたいた。ほら、治療してヒットした。変ないな、あんまり。近づこう。リロード。よし、どうした。レイダーウェイスター、パワーアーマー着てたのか。あ、暗視スコープ付きスナイパーライフもらおう。もういない。あ、このボロボロになった船がレイダーの巣窟になってた。キャップ、結構アイテムがありそう。戦前のお金。解除しちゃおう。フュージョンコ、ん？フュージョンコア4つ？あ、フュージョンコア4つも手に入った。これでチャージマックスなのが、これで6つ全部で。ラッキー。奥まで来てよかった。他にアイテムは？メタルアーマーもらってこう。毒耐性25増加。レアアイテムだ。これを持ってこう。あ、いいの持ってるね。これ、黒いな。あ、特に何も取れない。船内にも入れる。素晴らしい。サバイバーガイドがあった。サバイバルガイドか。回復量が 50% 増加する。これいいんじゃないか。
ゲット。ジェットもらっとこう。いただいて。さあ橋に戻ろうかな。さあレイダーたちの船を制圧、先に行こう。まだ霧がかってるな。あ、ドンパチしてる。どっかでドンパチしてる。今どの辺まで来た？もうすぐか。どこでドンパチしてる？右の方から聞こえてる。ん？ん？ダイヤモンドシティセキュリティ、仲間、誰を撃ってる？スーパーミュータントか。加勢しようか。わわわ、あいつ撃とう。あれだ、火炎瓶投げてる。どうした、まだいる？で、セキュリティが燃えてる。中に入ろう。あれ、中じゃない、血だらけだ。いた、よしよし、強い。これまだいる？いた、よし、いただいて援護してあげた。よいしょ。へえ、ミュータントが怖くないってか。俺たち好みのやつだな。兵士が付近にいるってことはやっぱりでかい場所なのかな。ダイヤモンドシティを探しているのか。看板に従えばいい。この先にもある。おしゃれなボルトスーツを着ているな。それはフリーサイズかな。あ、看板でこれか。向こうターレットがある。普通のタレット。これ見たことあるな。結構前に見たな、これ。あの情報伝達ロボットみたいな。 This way。 あ、ダイヤモンドシティ、着いた。ダイヤモンドシティに街の中に入った方がいい。入れてくれる？開けられないだと。うん、ふざけるな、何。こんな見つかりやすい場所に立たせるつもりか。あなたを入れないよう命令されている、ミズ・パイパー。すまない、自分の仕事をしているだけなんだ。もう自分の仕事をしてるだけ。ダイヤモンドシティを守るためには私を入れるなってこと。ああ、見て、あの怖いリポーターだーって。すまない、だけどマクドナウ市長は怒ってるんだ、パイパー。どうしたんだ？あなたの書いた記事が嘘だらけだと。市全体が興奮状態なんだ。うん、ダニー・サリバン、直ちにこのゲートを開けるんだ。私はここに住んでいるんだぞ。いきなり締め出すのは間違ってる。ずっとは待てないよ、ダニー。開けるんだ。あなた、あなたはダイヤモンドシティに入りたいんだよね。入りたいです。ん？何者だ？何？誰だ？し、協力してくれないか。え？なんだって？クイーンシーから来たトレーダーだって？雑貨店の在庫の一月分ぐらいの物資を持っているみたいだね。聞こえた、ダニー。ゲートを開けて私たちを入れる？それともあなたがあの気の狂ったマーナにこの物資を入れ損なったことを話すかい？分かったよ。そんな当てつけがましく言わなくてもいいだろう、パイパー。ちょっと待ってくれ。ダニーが気づく前にさっさと中に入った方がいいね。あ、あなたは誰？この場所、ダイヤモンドシティ、何なんだ？あ、グリーンジュエル？見物だよ。
連邦で名のある人はみんなここの出身か、ここに住んでいるか、ここから追い出されたか。大きな壁、電力、配管工事、学校、間抜け守衛などがこのダイヤモンドシティを巨大な怪物にしているんだよ。好きか嫌いかは別として、もうすぐ自分で見てわかるさ。行こう。都会か、いわゆるこの世界の大都市。パイパー、誰がお前を入れた。サリバンにゲートは閉めとけと伝えたはずだ。このうさんくさい悪口ばかりの先導者め、お前の記事のデタラメさときたら、あの印刷屋をバラバラにしてやる。すごい発言ですね、ミスターマクドナウ。暴君市長、新聞を新顔さんに聞いてみましょうか。ニュースを支持する？だって市長は言論の自由をゴミ箱に捨てようとしているんだよ。この人は新聞社の人か誰かかな。どこの新聞のことだ。どこの新聞のことを言ってるんだ。私たちのパブリックオカレンシズよ。真実を追求している。それで私たちの味方なの。その新聞見たことないんだけど。どうしよう。関係ない。これは俺には全く関係ないことだ。おっと、君をこの口論に巻き込むつもりはなかったのだが、ここの市民としての適性がありそうだ。連邦のグレートグリーンジュエルへようこそ。安全、幸せ、訪れるのによし、お金を使うのによし、定住するのによし。この醜聞あさり女にザレ言を吹き込まれないでくれよ。わかったかね。二人はなぜ言い争ってる。二人は何を言い争っているんだ。なんだと思う。嘘を印刷すればみんな幸せだけど、真実を印刷すると。それで何か理由があって私たちの町に来たのかね。人を探してる。人を探しているんだ。人を探してる。誰のことだ。なんか字幕がちょっと遅れてるな。誰のことだ。本当のこと言おうかな。いや、男の子って言ってみよう。男の子だ。誘拐された。今誘拐って言った。どうなんだマクドナウ、ダイヤモンドシティセキュリティはこれを操作するのか。今まで無視していた他の失踪届はどうするつもりなんだ。彼女には耳を貸すな。我々のセキュリティチームは残念なことに全ての事件を追うことはできない。だけど君がここで助けを得られると自信を持って言える。ダイヤモンドシティでは人間が考えられる全てのサービスを提供している。我々の素晴らしい市民の一人が君を助けてくれるに違いない。誰が助けてくれる。大都会の市長なら全員知っているはずだ。誰が助けてくれるんだ。これ以上質問を受ける時間がなくてすまない。説得できなかった。私は忙しい男でね。我らの美しい街での滞在を楽しんでくれ。ふざけてる。ダイヤモンドシティセキュリティは一人も派遣できないということなのか。真実を言うんだマクドナ。セキュリティが誘拐を全く操作しない。もう本当の理由は何だ。パイパー、これからはお前とお前の妹に注意喚起する。はいはい、何とでも言うがいいさマクドナ。喋ることしか脳がないんだからな。市長からダイヤモンドシティ流の歓迎か。光栄な気分かな。ちょっと腰を落ち着かせないといけないけど、後で私のオフィスに寄ってくれないか。あなたにぴったりな記事のアイディアを思いついたんだ。ストーリーオブザセンチュリー。パイパーのオフィスに行く。息子のことをちょっとあしらわれちゃったな。市長か誰かに。入ってもいいぞ。入ってもいい。大丈夫かな、このダイヤモンドシティって。建前だけど街ではないかな。おお、ダイヤモンドシティ広い。どうもこのダイヤモンドシティというところは、あのコロシアムか何かを丸々街に改造したと聞いたような。人がたくさんいる。ダイヤモンドシティマーケット。あ、髪まで切ってる。おお、サンクチュアリも全サンクチュアリより全然発展してるな。うん、ロボットがいる。ちょっと観光しようかな。息子探しの前に。
今はこれだもんね。どれだったっけな、これだ。とりあえずパイパーのオフィスに行ったら何かこのクエストの手がかり見つかるかな。売り上げはどう？印刷機が容量オーバーになりそう。モーターを交換しないと。そう、ここはカットしてほしいならサロンは朝に開くよ。カットしてもらえるのかな、これ。朝に来いと言った。シアター地区にコンバットゾーンというレーダーしか入れない。あ、何にしますか。出た、これは。彼にはそれしかわからないの。何にしますか。何を言ってるんだ。何にしますか。ジョー君が聞きたい。何にしますか。いや、これはなんだっけな、あの記憶が正しければ、あの国内向けのフォールアウト4 の、 その販売とかを取り扱ってるその人の名前をそのまんまこのゲームの登場ロボットの名前に持ってきたんだけど、だから高橋って名前なんだっけ。これは確か日本版だろうと海外版だろうと何にしますかとずっと連呼していたはず。ジョー君が聞きたい。何にしますか。皇帝、はい、え、ヌードルカップしか売ってない高橋。ちょっとしたネタ要素だね。盗む。ああ、もう夜だから店やってないのか。ちょっとどっか宿屋かなんかはないかな、探そう。ああ、ぐるっと探してみたけど見つかんないな。あ、広いな本当に。そして探し回ってる間になんかいろんな人の話し声を耳に挟んだら、なんかロードトゥフリーダムだとか、なんかいろんなクエストが勝手に増えてった。いつも自分にないものを見失う。鋭い観察力です。ここに酒場があるけどベッドとかあったりしないかな。さあダッシー行くぞ。落ち着け。明るい。まだ帰りたくないみたいだぜ。俺は俺たち夫婦の問題だ。口出しするな。特にいないか、ね、いろんな住民がいろんな会話を交わしている。なんだ。人造人間、物のラリーに何をした。本当だよ、人造人間じゃない。え、何事。撃たないで頼むから、家族だろう。ちょい銃を下ろせ今すぐに。こいつは人造人間だ、皆殺しにする気だ。帰る。撃ち殺した。よし、見せ物は終わりだ。ダイヤモンドシティに人造人間は一人もいない。分かったか。え、そうは大概にしておけ。どうしたんです。あの銃を、兄弟をこっちに向けた。兄弟だったのに。何があった。何があった。人造人間じゃ、人造人間じゃない。そう言った、何回もそう言ったのに、なんで聞いてくれなかった。ちょっと時間が欲しい。ゴミを漁ってないでどいてくれ。ゴミ何があった。はい、おまわりさん。でも何があったのかだけでも。耳に何か詰まってるのか。ああ、もうあっちに行けと言ったんだ、今すぐに。カリスマ性が足りない。兄弟のごたごた。高橋、どう思う。高橋、ダメだこいつ。どっか寝れるとこないかな。ホームプレート、鍵がない。ああ、多分あれだ。ここでまたいろいろ住民たちへの協力だとかしてあげたらここに住めそうだな、後々。こっちもホームプレート。何が欲しいかわからない。大丈夫です。やだよ、宿屋を探し回ったけどないや。仕方ない。これやっていこうか。マップオフィス。転入者へのフリーペーパーよ。ここか。あ、オカレンシスってことはここだ。
お邪魔します。パイパーいる？いた。いや、パイパー、立ち寄ってくれて嬉しい。頑張ってるよ、ブルー。ブルー、なんでそんな呼び方を？青いジャンプスーツを着てるから。ボルト居住者でしょ。それで取引しない？インタビューしたい。体験談を記事にする。ダイヤモンドシティもそろそろ連邦についての外部からの視点を取り入れてもいい頃だし、それをやってもらって。こうしよう、一緒についていく。地上の世界になれるまで守ってあげる。言うこと聞けばお供になってあげると。内容は？どんなインタビューになる？どんな人間か聞いて、ここでの生活についての意見を言ってもらって、記事を面白くするために答えにくい質問もいくつかするかもしれない。どう？とりあえず受けようかな。わかった、パイパー、受けよう。よかった。じゃあ始めよ。それでボルト出身ということだけど、そこでの生活はどんな風だった？キンキンの生活だったけど。どうしよう、全部正直に答えていこうかな。冷凍されていた。家族みんな冷凍されていた。ボルトではそんなに長くは過ごしていない。あ、待って、冷凍庫に閉じ込められてた？ずっと戦前から生きてたってこと？まあそういうことになるけど。何の戦争？戦争？どの戦争だ？この世界を廃墟と放射能だらけにした戦争のこと。破壊される前の世界を見たことがあるってこと？ある。ああ、もう200歳を超えてる。まあそうなるね。大変。見出しは時を超えた男ね。連邦も見たことがあるんだね。ダイヤモンドシティ、昔の生活と比べてどう？物を壊すのが楽しいなんてある。まあ最悪だよな。みんな錆びた掘ったて小屋に住んでいて、殺し合っていて、それに何よりこの匂いときたら。なるほど、それも書いた方がいいのかな。では重大な質問。誰かを探してわざわざここまで来たということだけど、それは誰なの？息子のショーン。息子のショーンが誘拐された。まだ1歳にもなっていない。子供をさらわれた親か。今日ほど心が痛んだ日はないわ。教えて、インスティチュートが関係していると思う？インスティチュートの BOS の同盟の人たちに聞いたけど、わからない。わからない。誰にもわからない。それが余計怖い。インタビューの最後にちょっと趣旨の違うことをやってみたいんだけど、ダイヤモンドシティに対して直接言いたいことはある？人さらいの脅威は連邦ではほとんど無視されてる。みんなそんなこと起こらないって思いたがってる。愛する人を失ったのに怖すぎて、あるいは感覚が麻痺してしまっていて探そうともしない人たちに対して何か言いたいことはある？誰も誘拐を気にしないのか？待て、ここではみんな誘拐のことを気にしていないのか？ええ、ブルー、気づかなかった？連邦で生活していると、いつかは誰かがさらわれる。知っている人ではないにしても、誰かが。でもみんな、いや、もっと悪いことだって起こり得た。レイダーやスーパーミュータント、フェラルグールに殺されるよりはマシだっていう。諦めてしまうの。だから読者に、あなたがなぜ歩み続けるのかを知ってほしい。触発されるかもしれない。さあ、何か言いたいことはある？なるほど。希望を失うな。どれだけ諦めたくなっても諦めないでほしい。希望を持たないと、もう一度会えるって。それか、少なくとも真実はいつかわかると。締めくくるのにふさわしい力強い言葉ね、ブルー。ありがとう。これで終わり。まとめるのに時間がかかるかもしれないけど、この話はダイヤモンドシティで話題になると思う。それで息子さんのことだけど、正直に言ってくれたのか、それとも手を煩わせたくなかったのかはわからないけど、私の友人に助けてくれそうな人がいる。その人の名前はニック・バレンタイン。ニック？このダイヤモンドシティにオフィスがある。
ハートが書いてあるネオンサインを探してみて。ニック・バレンタイン。それでニック・バレンタインとやらはショーンを見つけ出せるのか。ええみんなあの人の話はしたがらないけど、現実逃避者が多いことで有名なダイヤモンドシティの住人たちだからね。でも月に見放されて誰も助けてくれなかったとしたら、あの人はいつでもそこにいるから。とにかく一緒に行くって言ったでしょ、守ってあげるって。準備ができたら言って。この話が次にどうなるか気になるから。パイパーを仲間にできます。あ、誰か他にもいた。命を狙われて初めてレポーターは成功したと言えるんだ。ナット。自分は。はい、新顔さん。インスティチュートの最新情報についてのフリーペーパーだよ。ん？娘？いや、パイパー。一緒に行く。どうしようかな。いや、いいかな。わかるだろう。気にするな。どこで会えるかは分かってるはず。とじゃあニックのところ行ってみようかな。事務所ならさっきちょっと見かけたんだよな。事務所はこう結構広いんだよな。あ、ハートあった。ここだね、バレンタイン。バレンタイン探偵事務所。あなたの幸運は永遠には続かないって。この人じゃない。ネクタイ、何か問題でもあるのか。また雨の中から迷子がやってきた。少し遅かったかな。もう閉まってるわ。何者だ。待て、あんた何者だ。探偵なのか。私、いいえ、ニックの秘書。ニックの秘書よ。彼のアポイントや書類など事務的な仕事をしてるの。いいえ、それが以前の仕事だったけれど、ニックが消えてしまったので探偵なしで探偵事務所を開けることができないの。え、ニックが行方不明。何か手がかりは。彼の探し方の手がかりは、彼はある事件を追って失踪した。スキニーマローンのギャングが若い女性を誘拐し、彼はパークストリート駅の隠れ家まで彼らを追跡していた。そこには古いボルトがあり、ボルト、彼らは基地として使っていた。ニックには罠にはまりに行くようなものだと言ったんだけど、彼はいつものようにただ笑って出て行ったわ。なるほど。なんか金を要求するっていう下水選択肢があるけど。うん。ああ、もちろん力になりたいが、多少費用の問題がある。お金ですって。125キャップならオールドレイニーデイ基金にあるわ。もっと、いや、モアはやめとこう。手を貸そう。彼を見つけ出す。約束するよ。ありがとう。ニックは簡単に見分けられると思う。いつもくたびれた帽子とトレンチコートを着ているから。お願い、急いで。あ、ジュエル・オブ・ザ・コモンエルスが完了。ニックが行方不明なんだ、この探偵やってる人。アンラッキリー・バレンタイン。ニック・バレンタインを見つける。ボルト、これだ。ニック・バレンタインを見つける。場所はここか。コミットゾーン、コンバットゾーン。ボルトといえばね、過去にこの別のボルト、ボルト75を見つけてここは制圧したけど、やっぱりまだ他にもボルトがあるんだね。よし、じゃあ今回ここまでにしようかな。じゃあ次回はその助けに。聞きたいことがある。はい、続けてくれ。聞いてるから。以前バーにいたよな、あの時。ん、あ、バー、あ、いたかも。喧嘩していた。あんたとバーテンダーは喧嘩してたな。喧嘩とは言ってくれるね。だが本当は違う。クックに打ちのめされたのさ。奴が女房と寝ていることに見て見ぬふりをするべきだった。やつが彼女に飽きて、彼女が家に帰ってくるようになるまでは。浮気？大変そう。深刻な状況のようだ。話はこれからだ。だがクックに女房を寝取られて、その上家族を崩壊させられるのを黙って見ているつもりはない。やつのところに、高橋の目の前で喋ってるんだけど。それであんたにもついてきてほしいんだ。
見た通りだ。そうしないと本気だと信じてもらえないんだ。乱暴するつもりはないが、ただダーシーにつきまとってほしくないだけなんだよ。手を貸そうか。わかった、手を貸すよ。そうか、よかった。あんたと一緒にいるところを見ればクックが手を引くことは間違いない。さあ行こう。じゃあ行こう。話をするのはあんただ。こっちはそばにいて威嚇するだけ。よし、わかった。あ、行こう。マイキーみたいなものもらった。ダイヤモンドシティブルーズ。終わろうとしたらいきなり話をかけられて始まっちゃったな、クエスト。んじゃあ、次回は先に、今のクエストを終わらせて、そして、ニックを探しに、この辺まで行くと、コンバットゾーン付近まで行く。そういうことにしよう。じゃあ今回はダイヤモンドシティに着いたというところで、ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。